青山熊野神社は、東京都渋谷区神宮前にある神社である。神宮前、北青山の総鎮守。熊野神社は、昭法元年正月7日、それまで、紀州徳川や徳川頼信の邸内に放災されていたお宮が、地元町民の受けによって、現在地に遷されたことに始まった。翌年の4月には、本殿拝殿その他の造営が完成した。 神社自体の創建は、徳川頼信が自邸内に、お宮を誕生した、元那5年に遡る。はじめは、紀州徳川家の鎮守であったものが遺跡後に、青山宗鎮守となった経緯から、その後も、神社の祭礼の際には、紀州家からの第三があったという。社号は当初、熊野大権現であったが、明治神事に発布された、神仏分離の例により、1869年に、 青山熊野神社と解消された。熊野神社は華麗な社殿を持つほか、俗用に青山に過ぎたるものが二つあり、飛びの夜間に原宿の雑誌と歌われるように、盛大な祭礼でも知られる。熊野神社は江戸時代に作られた江戸名所杖にも江戸の名所の一つとして描かれている。境内東側には1991年4月、地上を誤解。 地下1階建てのビルが竣工した。このビルの1階には、社務所が置かれているほか、熊野神社ビルとして、不動産賃貸されており、地下には、出版社、三おさむしが本社を構えている。ABCD 東京ふるさと文庫11東京に、ふるさとを作る、改編、渋谷区の歴史名著出版賞は53年9月30日発行、P221。 横関栄一、江戸の坂東京の坂地熊処房平成22年11月10日発行、P110ABC 御由衣職間の神社、宗教法人東京都神社庁のウェブサイト平成24年2月25日、閲覧家門7回、大江戸魔法人、川出文国間の神社、江戸東京歴史の散歩道子が糸倉死者平成15年7月1日発行、渋谷歴史散歩の会、 散策マップ 4JR 仙ヶ谷駅から熊野神社まで平成14年9月発行会社案内株式会社さんおさむ社平成24年2月25日閲覧ありがとうございます